天要说的是一个失败的故事。已经来到中国7年的藤田先生，曾经在广州经营着5家面包店和1家拉面店，但是自从疫情发生以来，店铺接连倒闭，如今只剩下1家面包店勉强维持。一気に中国が大変になったじゃないですか。で、こそこでズコーンって落ちて。でも、なんか悲しい話をしてるのずっと笑ってます。まあね、戦略的撤退。戦略的撤退。まあ言い訳すればただ単に失敗しただけなんですけど、まあちょっと未来を見据えてあえて引こうかと。で、まだ負債が残ってるんで。まあ、それ入れるともう40万ぐらい1人出してる計算にはなるんで、笑えない金額じゃないですか。まあでも笑ってるっていうねあれっすよね、なんとかするしかないっすよね。あの中国そんな甘くないから、ね、死ぬこと以外はかすり傷っすよ。在这样艰难的环境下，他为何仍然选择留在中国呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。哦，啊，是他吗？我告诉你。啊，こんにちは。おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石川と言います。あ、藤田さん、よろしくお願いします。え、中国人？日本人です。日本人ですよね。ですよね。石川です。いや、なんかあ、すごい日本語うまい。日本人です。ですよ。ありがとうございます。はい。あ、中にもスタッフさんがいらっしゃる。そうですね、まあ、ちょっと今すごい生産が少ないので。あ、そうなんですか。そうですね、一時期は結構店舗を展開してた時期があったんですよ。で、セントラルキッチンもあって工場もあって、5店舗ぐらいあって、すごいいい時期があったんですけど、はい、コロナで。あ、コロナもうちょっときついなみたいな。そう、え、今じゃこちら1店舗。そうですね、で、コロナでもう市内を全部閉めてしまったんですよ、はい、ここちょっと市内から外れるんで、中心街から外れるんですけど、はい、まあ、こっちの方に避難してきて。避難なんですね。据说7年前，藤田先生刚到广州时，这里还没有专业的日式面包店。这也是他创立藤王的初衷。作为华南地区首家日式烘焙店，藤王保留了日式面包不使用添加剂的传统，并且为了迎合中国市场，进行了口味上的改良，开发出了很多新品类，一时引领了广州日式面包的创新风潮。据说店里最有人气的商品是抹茶可颂。哦，そうですね。はい。抹茶とこれリュウリエン、ドリアンです。リュウリエン？これは中国人用に開発したやつです。え、あの。買いますか？いいですか？言ってくれた。ありがとうございます。味わわないと。ちょっと開けてみたい。あ、本当あ、でも中すごい鮮やかですね、色。はい。あ、すごい綺麗。おお、あ、お、綺麗。あ、すっごい綺麗。いただきます。うん。あ、本当だ。甘さ控えめで、あ、でも美味しい。私正直実は抹茶あんまり好きじゃなくて、っていうのもなんか抹茶のこっちのアイスとかこっちの抹茶のものってなんか独特のちょっとなんか匂いあるじゃないですか。あれがすごい苦手で、それがない。この抹茶を開発した理由ってあるんですか？抹茶を開発した理由ですね。まずは抹茶が日本をイメージしてるんで、まあその中国人も好きじゃないですか。で、その
中国人が好きな抹茶の味で本物の、はい、本物の抹茶をちょっと出したいなと思ってて、はい、クロワッサンって日本でも有名じゃないですか、うん、でも抹茶クロワッサンってあんまりないじゃないですか。あんまり聞かないで、僕なんでかなと思ってたんですよ、うん、作ってみて分かりました。抹茶を入れすぎるとパンがうまく膨らまないんですよ。でこれはすごい難しいなと思ったんですよ。量を増やせば美味しいけどパンが変になるし、減らせばパンはいいけど味がないし、かといって薬入れるわけにもいかないしっていうので、すっごい苦労してこのバランスを取る。だから3ヶ月ぐらいかかってるんですよ、あのこれ作るのに。当時5年前かな、不二雄が出た時って、まあ、ちょっと革命的だったんですよ。そうですね。で、うちがやりだしてから、うん、結構他に広まるという傾向がありまして。わ、めっちゃパンの匂いする。当たり前か。そうですね、パン屋なんで。うわ、これがそのちゃんと生地ができてると綺麗にこう膨らむんですね。でこの丸める時もその表面をこう貼るような感じですね。でこう綺麗にしてあげる。そうするとまあ生地が回復しやすい。でこれもまあ簡単そうなんですけど結構難しくて。触ってもいいですか。はい、触ってください。あ、気持ちいい。めよ、無理なんよ、お前。違うな、気持ちいい。難しい。なんかね、本当はなんかボロボロしちゃう。え、これ粉つけたら丸めやすくなるんですか。はい、そうです。あのだから手にその、まあ、この粉もつけすぎるとダメなんですよ。あの、じゃあ、静岡。な、でもデコボコするんですよ。難しいでしょ。うん。2002年，藤田先生从龙谷大学法律专业毕业后，出于兴趣，阴差阳错地进入了烘焙行业，师从一位获得过烘焙国际大赛冠军的面包师傅渡边明夫。本当漫画みたいな世界ですよ。あの服とかカバンをバーンって玄関出されて、こうつままれて、こうおい帰れ、いらねえわ、わーって、服とかカバン集めて、いや待ってください、待ってよ。マヤの世界ってそんなに。本当に僕の時はそうです。今やったらちょっと問題ですけど。在日本严格的职场环境中成长的藤田先生。在中国却要适应一种完全不同的师徒相处模式。这明天考了。啊 ，OK， 好。彼女の判断で明日焼きますと、今日は冷凍食よと。这个烤吗？好。好。等会儿，这炉。啊，好的。先拿出来。はい、押す。押す。老板は少ない、老板。いいっすよ、本当。ちょっとスタッフ、さっきの女の子が、まあ、ここのリーダーなんで、すごいあのしっかりした子なんで、もうほとんど彼女に任せてて、最初はあの子も全然できなかったんですよ。で教えたんですね、いろいろ。はい、そしたらまあ今や僕は、はいはい。どっちが老板か一瞬わからない。はいはい。はいあでもまあいいんじゃないですか、それで。まあまあ、なんか最初はちょっと抵抗ありましたけどね、スタッフが、まあ、やっぱ僕こうこうやって「おい!」って来るんですよ。本当に男の子で「おい!」とか言って「おお!」でそのスタッフはあの中国語しか喋れなくて、うん、日本語全然話せないんですよ。だけどそのドラゴンボールの言葉を覚えててなんかその僕がこう作っててこうパン失敗したんですよ、うんうん、失敗したんですよ。そしたらうわー失敗したあってこうやってやってたら、そいつがスタスタスタってこう歩いてきて、お前ビビってるな面白くて、でいやビビってないよって言ったら負けるなでまたどっか帰ってきました。失敗したそれやばい。除了需要适应和员工的相处模式外，藤田先生在中国还有很多其他需要适应的地方。その来たばっかりの頃は分からないんで、状況が。そのある会社がそのうちはその試作できるよって言って、で行ってみたら
まあ、中国あるあるで何もないんですよ。もう外のところでなんか木の板引っ張ってきて、その上でこうパンをやってこう作ったりとかして、青空市場みたいな、で葉っぱで卵塗って原始時代みたいな、あるものでやってやるって決めてるんで、その文句を言わないっていうそれあれですね、外国でやっていく上ですごく大事です、大事です、大事です。だからよくよくね、日本の職人さんとかで多いのは、これがないとダメ、あれがないとダメってすごくよく聞くんですよ。同業者でも日本の人はこだわり、僕は日本人ですけど、あの普通こだわり強いんですよ。でもそれ持ってたらこっちでは無理ですね。機械とかは今も中国にある機械？はい、中国の機械です。技術があれば別に中国の設備でもできるでしょうとだから僕は全部中国の設備です。一個も日本から輸入しない。そんなんしなくて大丈夫です。でよく言うんですよ、あの焼けない焼けないってみんな、焼く技術がないんですよ。本じゃないんで、まあ、日本人の僕が文句あるんだったらじゃあ帰れよって話ですよ逆にそこで力を発揮できない自分に対してすごく不満があるというか、そこがこう面白いところです。一上午的时间里一位顾客都没有出现。これ一日今何個ぐらい売れるんですか？そうですね、今はそんなに売れてないですね。さっき聞いたら週末でも売り上げが2000とか3000ぐらいしかなくて、で、まあ、平日だと多分1000元ぐらいじゃないですか、ね、あの1号店の時だから、その僕たちが最初に出した時なんかは1日で1万元ぐらい売れてたから。听说在疫情发生后，不仅是面包店经营缩水，藤田先生同时经营的拉面店也在四月份倒闭了。ここです。ここです。もうなんかめっちゃシール貼られて。これは廃墟みたいになってますけど。ちょっと中にまで置かれてるんですね。そうですね。ここに戻って結構戻ってくるというか、中入るのは。いや、あの時々あのなんかミーティングとかでたまに来たりするんですけど、それ以外は廃墟に。ああ、なんというか開けてない匂い。開けてない匂いで、うん、こうこもった匂いっていうか、はい、ああ当時はこういう感じだったってことですか？そうですね、あのこういう感じでしたね。最後悔いがあったのがこれのラーメンだったんですね。これだけがまだ唯一の希望の光だっていうのはみんなの中で言ってて、で、まあ、最後これチャレンジしてみようってもう一回お金をかけてやったんですけど、まあ、その時またコロナが来てねみたいな、もうダメだ、もうダメだっていうことになって、で、まあ、結構やることはやったかなと。だからこれあれなんですよ、実は分かりにくいですけど、このセロここライトもこれ実はセロハン貼ってるんですよね。夜になるとちょっと赤くなるんですよ、ピンクとか。これでこれもあの青で夜になるとこう洞窟みたいになるんですよ。でこのちょっとこういう怖い感じのこう雰囲気をね出すように。でこれもうお金ないからもう自分たちでやって、ちょっと雰囲気だけ夜になるとこれねこう分かんないんで。なんか当時はじゃあずっと厨房で結構やってたんですか？いや厨房には入ってないですね。まあ僕が、まあ、一緒ですね、開発とかしてその味とかオペレーションとかを作って、ちょっと今あのだいぶねあの汚くなっちゃってるんですけど、まあ、当時はすごい綺麗にしてくれてて、もうしばらくここに入ってないからもうずっと。そうですね、もう誰も多分入ってないんで、カビとかが生えちゃってるんですけど。喜欢挑战的藤田先生在掌握了专业烘焙技术后，又从零开始学习拉面的传统制作工艺。两年不到的时间，就在拉面店竞争激烈的东京，负责一家曾经需要排队两小时才能吃上的热门店铺。据说广州的这家拉面店也曾非常有人气。あ、これあれか、ダージョン店。そうですね、あのあダージョン もう閉まっちゃったんで、あれなんですけど。あ、なんかすごい悲しい。評価も 4.2 だったから。あ、じゃあ結構高い方です、ね、そうですね。あ、いい关门。いい关门。え、你看这个有这么多人分享。我
就是评价有662条，评价蛮高。今天是吞力王最后一个营业日，特地刚来吃最后一碗鸡肉拉面。これ多分最後の日にいらっしゃったお客さん。ああ本当ですか。でもやっぱまたコロナで潰されちゃったお店っていうことで、すごく心が痛いし、すごい悔しいというか残念に思う。またいつか食べれる日があるといいなっていうコメントが。ありがとうございます。当节目组问他为什么没取得成功，仍然坚持挑战时，他说：“刺激が欲しいです。”そう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 。普通に8時にシャンパンして5時にシャンパンするとかもう無理だと。人と違う自分でいたいじゃない？そうですね。なんか人と一緒のことをすると自分にその腹が立ってくるんですよ。腹が立ってくる。そう、例えばエレベーターとかでこう待ってる時、あもうエレベーターそんなに乗りたいの？俺階段で行くからとか。それもなんか中国こういう道を選んだ理由みたいな。そうですね、そうですね。なんかもう本当みんなと一緒のことしてたらみんなと同じ人生しかないんで、うん、他の人と違うことをしないとやっぱ結果が残しにくいというか。あラーメン屋もそのパン屋もなんか閉店してもそれは失敗だと思わないんですか？思わないですね。本当得るものがたくさんあったんで、まあ、こうやって喜んでもらうことは提供できたし、あとまあ今日ね仲間とも深い親密な関係になれたし、で飲食は厳しいとか、まあ本当いろんなことを勉強できたんで、まあ超高い勉強になりましたけど、失敗ってその諦めた時が失敗になっちゃうんで。まあ、だから諦めるまではとりあえずやれるとこまではやりたいっていうのがありますよね。でもこれが全力でやってなかったら多分ああしとけばよかったなこうしとけばよかったなとか思うんですけど、まあ、まあお金かなり使いましたけどお金も使いましたけど、まあ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 いいかなと、まあ、これから逆襲が始まるっていう空手で他所说的空手道究竟是什么？他又为何在疫情中坚持留在中国呢？敬请期待下集。この膜がしっかりできてるかどうか、この引っ張った時にこう薄い膜が、これもう少し練った方がいいって感じなんですよ。抹茶クロワッサン20分。抹茶クロワッサンより安い。それはみんなこっち来ますよ。ラストステップ、ステップ始めます。ちょっと発酵が足りないです。発酵が足りないんだ。発酵が足りないとちょっとやっぱ中身が詰まった感じ。ここの道場に通った子供は少なくとも絶対人生は変わっていくんですよ。いいよ先生は嫌われ役でいいよもうみんな成長してくれたらいいよ。強そうですね。这个是都代表的人才可以秀自己的骄傲的北海道代表。对，我快。